にちは、みほとけです。ナムー。この動画では高野山霊宝館の中を巡ってきた激レアムービーをお届けします。はい、高野山霊宝館って感じだと思うんですけど、まあ、高野山弘法大師空海様が1200年前に開いた高野山金剛峯寺のことですね。その中にある霊宝館というのは大正10年にできて高野山に伝わる文化遺産を保存展示する施設です。博物館みたいなものですね。その中には国宝重要文化財、平安時代の仏様、運慶快慶のあの名作などなどが合わさって5万点以上もの文化財が保存されてるんですよ。それが例年だと少しずつ展示されながら保存されながらしているんですけれども、この度高野山霊宝館が100周年を迎えたということで、普段なら少しずつしか公開していない仏様をこの機会にかつてないほどの規模で一気に大公開している、そんな展覧会が開催されているんです。それが高野山霊宝館開館100周年記念高野山の名宝展です。なんとその中に高野山の歴史の中で初となる YouTuber のカメラがみほとけ入れさせていただきました。霊宝館館長様に許可をいただきました。本当にありがとうございます。こんな規模で大公開することっていうのはもう向こう100年ないんじゃないかと言われています。この貴重な機会、中をじっくりご案内させていただきますので、ぜひぜひこの動画最後までお楽しみください。一緒に巡ってくださったのが倉敷の高蔵寺ご住職で高野山公認布教師の天野光雄さんです。たまに光雄さんの声が入ります。ぜひね、一緒にこの動画見ていただいた後は一度でもいいですので高野山まで足を運んでいただけたらいいなと思います。それでは激レアなムービーとなっております。ご覧ください。どうぞ。あ、こんにちは、みほとけです。ナム。はい、今日はですね、高野山の霊宝館に来ました。なんと、ただいま開催中の霊宝館開館100周年記念の高野山の名宝という展覧会を許可をいただきまして、中を撮影そしてご紹介させていただけるということで、一緒に巡っていきたいと思います。内容超充実です。それではたっぷり味わっていきましょう。100周年の重み、看板から感じる。さあ、ということで、高野山霊宝館入っていきたいと思います。まずこちらですね。普段はここの方向閣でやってますかね、というところが順路的には最後の部屋なんですけど、今この100周年記念の展覧会最中はここから順序入るという逆方向になってます。早速失礼します。あ、すごい、ここのもう建物自体がもう築100年ものですから、そこだけでもすごい。からのお出し。100周年のアニバーサリーおめでとうございます。ここは平安時代の仏像、仏様がいらっしゃいまして、基本的にはいろんなところに金剛峯寺だったりとか、いろんなところにちりぢりちりぢりというか、高野山のお寺にいらっしゃった仏様がここに集まっています。全て平安の仏様です。すごいですね。やっぱり動きがユニークですよね。大胆に腰を曲げていて、少し肉が分厚くて動きがもちっとしている、それが平安のいいところですね。尻の広さですね。この仏様と大日如来とお釈迦様がこちらなんですけども、まさにここは密教の一大聖地ですから、密教のね、大日如来ですよ。神武平安時代、金剛峯寺にいらっしゃった大日如来様で、
本法神院のご本尊として分立されたことが伝わっています。導入されたんですけれども、いいですね。もう私が語れないですね、はい、やはりお顔周りのこのふくよかさっていうのが尊いですよね。この印の結んでいる手、手の指一本一本がお上品ですね。しっかり指の存在感がある手元っていうのはいいですね。この辺に描いてるのもいいんですから、それをこうちょっと上をこう手首をしっかりこうクッと上に返しているところ、素晴らしいですね。位置がこう低いのが特徴だそうです。ここね、高いの中ぐらいの低いのとありますが、こう犬の結び位置が低いっていうのが、ね、結構珍しいそうなんですね。お釈迦様ですね。優しいです。この螺髪の一粒一粒がしっかり粒立ってるっていうのが、ここに上品さがこうにじみ出てますね。素晴らしい。そしてもう本当に平安時代らしい滑らかな体つき、この針のある体つき、密教らしいですね。しなやかしさなどなどいらっしゃいます。平安時代の仏様のゾーンでございまして、続くところの廊下は、こちらが渡り廊下にはいろいろな歴史的な保留発掘されたものだったりとか、いろんな資料が展示されているんですけど、こちらの毘沙門天が素晴らしいんですよ。毘沙門天、体内仏の毘沙門天なんですけれども、体内仏だからこそですね、細かく残っていらっしゃる体のバランスが素晴らしいですね。こう軸がしっかり真ん中に通ってるんだけども、胸とお尻の位置がこう左右に互い違いになってるっていうのが、この動きの妙なね、素晴らしいですよ。細かく、そして繊細な彫刻ですよね。この着ている兜だったりとかも装飾も細かいし、この衣一つ一つもすごく丁寧に彫られてて美しいですね。こんなに近くで360度拝めるっていうね、本当に素晴らしい。でもここがびっくりしました。びっくりしました。何を向かい合って、どうしてこんな私たちをこんなに睨んでくださるのかっていう、はい、この睨まれる空間、いやー睨まれます。失礼します。ありがとうございます。しますね、この迫力、毘沙門天さんの迫力、平安時代ですよ、1200年前ですよ。いやー、そして振り返ると、お、本当に腰が砕けそうになります。いやー、すごいですね。この方のすごいところっていうのは、もっとせっかり言ってるので、一つ一つの体の大きさ、身長も大きいんですけど、頬の筋肉がまさにこう、ね、ちょっと中国人、大陸の方の骨格に近いというかね、この個性的な顔ですよ。目をしっかりつむっている、左の目には小じわまでしっかり再現されてて、大胆なのこの腕の太さですね。ちょっとめっちゃ近づいちゃう、こちら、ここが太いんですよ。後ろ後輩の、ね、火炎のカルラにも注目していただきたいですね。鳥の顔がいくつか、ここ一つとこっちでもありますね、二つと。もうやっぱりこのカルラっていうのがね、動きがあるんですよね。まあ、炎がこちらをこう、こう来るぞっていう、はい、こちらは第二姉妹ですね。この
仏様も素晴らしいですし、100年経ったこの霊宝館のならではのもの、揺らぎのあるガラスっていうのにも注目してる。本当この手作りの揺らぎのあるガラスを作るってもう日本でほとんどできないんですよね、この技術が。仏様ももちろん素晴らしいんですけども、この霊宝館自体も歴史が古いっていうところが面白い場所だなと思います。はい、続いて四門閣という建物に入っていきます。こちらも同じく100年前のものですね。本当に貴重なこの防火扉から何から、建物自体もとても貴重なんですね。こちら中には図像の世界が広がっております。仏様の図像ですね、マンダラだったりとか、いろんな雷合図だったりとか、もうまさに無の前国宝大師空海さんです。はい、紫雲殿ですね。はい、すごい巨大なマンダラに挟まれます。海蔵会、本能会、すごいスケールですよ。スケール見たことない。あ、嬉しい。もう見上げるだけでもう倒れそうになりますね。そしてこちらが皆さんにとっていた大宝図でございます。皆様と一緒にいろんな菩薩様が迎えに来て